はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ガンダムブレイカー4続きをやっていきます。まあ、現在の機体の構成ですね、基本はインパルスガンダムを中心に、まあ、武器だけちょこちょこ、つけられるものをつけてますという感じです。まあ、このままミッションの続きをやっていきましょう。でミッション3、謎の男ミスターということで、HLV 発射防衛ミッションか、まあ、HLV を守れと。お、ドーム、防衛ルール、まあ、とりあえず多分破壊されるとダメですよっていう説明だと思うんで、ちょっと待てー、近づくやつはキル、キリが強い。敵が湧くのはもう突然湧いてくるからな、あんまり離れすぎると。ほらこうやってさ、近くに湧いてくるから遠くに行きすぎると対応できなくなる。うん、びっくりした、お前何やってんだ。消毒、おめっちゃ近いやん。これもしかしてさ、俺の近くに出てくるのもある。おい、めっちゃ狙われてんやん。何やってんだマジで。あ、結構離れたな。湧いてくるな。やっぱ少し離れたらもう射撃だな。でダメージを伏せる。いけ空へ。よし、次行こうか。エリア移動。で、機体殲滅か。なんかバグってる。今一瞬画面が乱れんかった？これ誰？でも起こしたんかな。こっそりでいいな。まだベータテストだからじゃないの？気にすることでもないですよ。まあ、一応これ、それもそうやね。ベータテストって設定だから。ほら、ミッション開始といくで。ブレイズか。あ、確かに言われればそんな感じだな。外さへん。おお、いっぱい出てきた。撃たれた。え、ちょっと、もうわからん、見た感じ。若干、バルバトスっぽかったけど。ブレイキが出てるってことはバルバトスだよね。どこにいる？あれ、バルバトスはもう倒した？いつの間にか。あれ、これってバルバトス大何形態みたいなのあったよね。ほいほいほい、これ2 3回やって一応二刀流になってんだよね。123で切ってドン。あれ、なんか変身してた。決まりっす。ほらほら、ボタッとしてると私が全部倒しちゃうよ。調子乗ってんな。助かった。じゃなくて、別に守ってもらわなくても平気だったし。素直やないな。ダンクアイス。で、ボスか。だいたい3ウェーブくらいだね、毎回。あ、エイジ。うわ、なんか強そう。いや、いけるだけゲロビ打ってきたよ。
まあでもなんかこのまま持っていけるな。あ、でもボスのあれがないから全滅していって真のボスっていうかあれが出てくるから、戦車みたいな。え、ちょっとやっぱ変形してる。なんでこいつが最後なの。楽勝やね。あ、終わった。めっちゃ簡単だったな。あ、普通に終わったわ。ランクあったんだ。死んなかった。ランクが3に上がったわ。ジオラマが作れるようになりました。ギラどうか。ニューウェポンタイプ。ツインブレード。あー、ゲルググのナギナタみたいな感じね。あ、かっこよさそうだな。ツインブレード。攻撃力とかちょっと確認していこう。で、これ近接攻撃力486です。748とか全然違うんだけど。同じヒートホークでも。レベルとレアリティが両方違うからか。倍まではいかないけど倍近く違うな。これはだってレベル3でレアリティ3000いってる感じ。ハルバーグこれか。弱い弱いけど攻撃速度とかあんのかな。で、120ミリライフとかバルバトス第4形態とかグシオン、あとでちょっと性能とかもね見比べてみよう。じゃあちょっと頭パーツから見ていこう。ざっとこう見て数値変わるのがまあギラ動画。強これ。レベル8。え、耐久値ってヒットポイントで4000も上がるんだけど、めちゃくちゃ強いぞこのギラ動画。え、今のとここのギラ動画が強い。反応速度もあるし、これ変えよう。もう性能重視で見ていこう。これ強い。レベル2、ヤクト動画。ザクウォリアもいいぞ。こっちの、ちょ、待って、ザクウォリアとかでもさ、同じのがあるから、レベル2よりレベル3の方がそれ強いよね。比較が大変。レベル7、19270、耐久値。え、すごくないこれ。レベル7、ザクウォリア。スラスター容量とかも、めっちゃ上がるんだけど。ザクウォリア強い。これにしよう。一旦。あ、レベル7フォースインパルス、これ良くないか。こっちでしょ。ちょこちょこギラ動画のレベル7よりはフォースインパルスの方がいいな。でも形としてはザク頭だったらギラ動画の方が合うかな。ちょっと悩みどころだね。まあ、ザクオリアね、ザクオリアが一番合うんだけどね、そりゃ。いや、ちょっとギラ動画にしよう。少し見た目にこだわろう。少しね。じゃあレベルが高いのがなんか良さそうだよね。レベル7ジム3。めっちゃ上がるんだけど。あ、モビルジン。あ、変わんねえか。じゃあなんかまあ他にいろいろ変わってんだろうけど、ちょっと全てを比較するのはなんか難しいな。スペックってどうやってこう行くんだ。こっちか。あ、なるほど。あんま変わんないな。じゃあ陣で行こう。で、ことは左手。ギラ動画、これレベル8だよ。レベル8ギラ動画候補だな。あ、これしかないわ。じゃあレベル8ギラ動画。足でレベルが高いのはない。2のもうザクウォリアとかになるな。レベル3、あ、レベル4。あ、ヤクト動画があるじゃん。耐久値くらいか、今のとこ変わってんの。グレイズ強いな。3万。あ、でもやっぱヤクト動画だな。じゃあヤクト動画でいこう。で、あとはバックパックか。バックパック、ジェガン。バックパックは何が変わるの。ブースト速度とかか。え、耐久値なんか1500から7200とかになってない。これ何の耐久値。あ、普通にあれか、
なるほどね。ガフなんだね。ジェガーにしようじゃん。レベルの高さを。で、武器は、まあ、適当に、まあ、このままでいい気がするんだよな。で、攻撃力だから、で、近接攻撃力見ればよくでしょ。まあ、アックス系はやっぱ強いな。レベルなんて超強いんだけど、このビームヒートホーク。トマホークか。500から2000と。レベル9ヒートホーク2590。レベルだな、多分。ちょ、火力でいこう、今は。レベル9ヒートホーク。これ、右手でしょ。で、左手も、じゃ、ダブルヒートホークシステムでいく。ビームトマホーク。で、シールドがね、ちょっと、なんかいまいち、どれがいいのかわかんないんだよな。まあいいや。シールドレベル7ギラ動画。スペックを確認しよう。近接、ビーム耐性がちょっと下がるのか。まあまあまあ、でもね、強くならなかったら、これでいいや。てか、そっか、ミサイル系か。ガトリングマジでいらないんだよな。丸型スパイク。ちょっと、ここら辺のね、使い道が俺には、まだできてないよな。まあ、つけるだけつけとくか。なんか、あんま、重くなるっていうか、技がねえ。いや、いける。技なんて必要ない。シチュルムファーストか。ダブルガトリングはだから弱いんだよ。ヒートナイフ付きビームサーベル。これ入れとこう。で、シチュルムファースト。これ火力高そうだよね。で、ミサイルポットか。よし、これでいこう。一回形を見よう。こんな感じ。ちょっとごつい系だよね。いきます。戻るで反映 OK。 ではミッション4、運命の出会いということで。お、なんかランク S 以上でケルディブのパーツが手に入るのか。これパーツってことは、まあどれかランダムなのかな。頭とか体とかシールドビットもあんじゃん。これケルディブ系が入るのか。欲しいな。さあ、性能モビルスーツ、ごちゃ混ぜモビルスーツの出撃です。いきます。とにかく殴る。よし、初めての対戦。して殴られた。ほら、3000、うん、瞬殺できるんだけど。やっぱり元気ないな。緊張しとるの？ここは僕にドーンと任せたき。今日はなんかいける気がすんね。ガッタン一撃。 そんな旧式のモビルスーツで。ケット、こっちすでに持てんのか。必殺技みたいなのがないか。ガンダムじゃん。ガンダムのボディを手に入れた。おお、これ何ガンダム？固まって書かれてると分かんないんだよな、正直。いや、全然もう射撃が弱すぎる。一発138に貸して一回殴るだけ3000とか入る。いや、こいつは硬いぞ。しかし俺の超高火力ヒートホークの前では。アストラガンダムって何の作品だ、ちょっと分かんないです。ミッション達成や。そんなに全部のガンダムを把握してるわけじゃないから、基本的に新しい作品のほど分かんないです。お、出てきた。ゴリ押し。俺はもうゴリ押し機体だ。お、エキシアン系。まず接近しないと始まらん。消えよ。お、バーチェン防御を張ってきたか。無駄だよ。エネミーダブルオー。でもめちゃくちゃいいの出てきてんな。強敵が出てきたで、気づけてや。近づいて粉砕するだけ。2発
狙おう。あ、痛い痛い痛い、めっちゃ切られてるけど。やってくれるやん。どこ行った。やっぱり走るか。そこや。思い気がすんな、やっぱり期待が。そっち。おお、えらい絶好調やね、リン。いつの間にそんな状態。エース。で、ウェブさん。君たちが今日の対戦相手かな。対人戦か。見たところまだ初心者のようだが。あれ、僕の見間違いやなかったら、あの人らフリーダムフリートやない？フリーダムフリート。このゲームの中でもトップクラスのクランや。僕らみたいな初心者とマッチングするはずあらへん。まあ、いや倒そう。で、設定が変わっ。いや、もう俺の超接近戦で。ザッ。ザコが。フリーダムフロートとか。俺のこの接近戦の前に、絶対さ、向こうのがさ、高ランク帯だったらさ、ほう、初心者に使ってるはずだよ、ね。なかなかやるじゃないか。だが、勝手にこだわっている。まあ、覚醒 L3 R3 同時だそうです。なかなかやるものだ。叩き潰すもん。パッセこのダメージは逆にと言って今のって楽勝だったキュベレなんや、なんで負けたのに笑ってんねん。おかしいかね。負けた側が笑っているのは、このバトルには勝敗を度外視できるだけの価値があったということだよ。価値？ああ、その通り。実にいいものを見せてもらった。殴るだけの動画になりそうだね。偶然の巡り合わせだったが、今では運命すら感じているよ。ありがとう。またお相手いただきたいね。ミッションコンプリート、起動します。ランス貫通する突進攻撃が得意で敵同士を散らばらせる。あー、1対1か。なんかもうまとめて攻撃したいんだよね、どっちかっていうと。 GN ランス、なるほど。あとはこれはエキシアのソードライフルか。レベルが低いからな。ちょっと攻撃力も弱いしな。バーチェレベル3。ガンタンクレベル4。お、ガンダムのレベル4だ。まあ、バーチェもレベル4。なんかレベル8くらい欲しいよな。ケルティム手に入れたけど。うん。まあそうだね。これ何回もちょっと繰り返していいレベルのものを手に入れるっていう感じか。でもまあまだまだ全然。先へ進んでいこう。ちょっとケルディムのねシールドビットをつけました、両方右と左。まあこれは多分ファンネルに似た感じだから保湿して放置しとけばなんか良さそうだと思うんで、まあ、適度にこれを使っていこう。ではミッション5、リンとリリン。まあ全然ストーリーは追ってないんでよくわかんないけど。指定された機体を倒せばいいんだね。領域が変わってる。マーク2。さあ、行くよ。絶対に負けないんだから。待って、痛い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 です。ダウン系ちょっとうざいな。そうすると、アバターの見た目はそっくりだけど中身はあんまり似てないみたいだね。客式メガバズーカランチャーはなさそうだな。これはビックリアスに対して。どこにいる、はい、実行。え、なにこれ。え、超謎なんだけど。どういうこと、当たって。どこだと。
あ、いた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 、100式。ほら。レフトアーム100式からのゼータガンダム。でもやっぱ形もこだわりたいよな、せっかく。痛いです。でも全然減ってないわ。あ、あれ使おう。どれがシールドビッチだった。シールドビッチとかどちらかわからん。さあ次行くよ。 EX アビリティみたいなのはもう回復しかないからな。だからまずシールドビッチ飛ばして、任務了解。 R1 の方でしょ。対象の機体を優先して攻撃する。飛んでんのか。これだってそこなんかターンしてんの。やっぱねヒートフォークは射程が短いわ。ビームサーベル感覚で使ってるとやっぱちょっと届かない時がある。でなんかちょっとフリーダムに飛んでる。これのこれ、違うこれの失点のパス。あれなんかボディしかなくなってんだけど、パーツが外れたのか。おお。あれってどこ？敵のエース？ブレイクポイントみたいなのが。叩き潰す。それだけだ。待って指がパッパパッパ動かないからな。格闘しかしてないから。これが私の実力なんだから。シールドビットなんかなくない？あ、ナイトガンダム。これだってなんか足にくっついてるやつでしょ。なんかスタンさせられるのにちっこくて当てづらい。そういうことか。ほら食らってんだか食らってないんだか分からん。マジで硬いもしかして。これコマンドガンダムじゃん。リリー強いって聞いてたけど想像以上だったな。いや俺の方が強いだろ。コマンドガンダムデッキ。この差は何なの？多分当分はこれご了承でいけんな。なんか強いやつが入ったかだけは見よう。レベルが高いやつ。またニューウェポンタガトリングガン。弾速とホーミング性能。ナイトソード、これナイトガンダムのソードか。561、どうなんだろうな。メガガトリングガン、誰のやるかわかんない。フォースインパルス、フィールドストライク、ケンプフォアレベル1、100式レベル4、コマンドガンダムレベル2とかだった。レベル4、高レベル帯のものが欲しいな、やっぱり。今さら覚醒使い。というわけで、ま、ちょいと今回はここまでにしようと思うんですけど、とりあえず、ま、今のところよ、全然、薄いと思うんだけど、俺の言ってることは。レベルが高いのが、なんか強い感じがする。で基本的に攻撃はもう近接が強いんで、近接の攻撃力がもう単純に高いやつでゴリ押していくっていう。もう今そんなところしか取れない。ちょっとシールドビットだけオプションスキルで設定しなきゃいけないのか、多分。あ、そうだ。だから、1個空いてるんで、ここにあれない。どうすればいいんだ。こっちとかちょっとシールドビット EX スキルか。あ、あった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 。ここね、
これでセットして、じゃ両方飛ばそう。これで OK。 モード切り替え、回収、発動中自由に行動できる。時期の周りの展開か攻撃かってことか、モード切り替えは多分よし。じゃあこれで反映させて次やっていきましょう。というわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。